大谷翔平28歳、肉体は30歳で完成させる。そこからは技術を磨いていく。食や栄養のサポート契約を大谷と結ぶ、明治の管理栄養士大前めぐみさん53は、大谷が最善な体を模索し続けていると話す。誰も経験していないから、体作りや栄養は自分の体でテストしてみるしかないと。30歳くらいまでに食事やトレーニングであらゆることを試し、体が出来上がってから技術を身につけたいということでした。まだ肉体改造してるのかよこいつ。え？まだ完成してなかったんか、すげえな、見た目限界突破してると思ってた。32歳が肉体のピークとは聞いたことあるわ、素人でも伸びるし、アスリートならもっといけるんちゃう？目が衰える前にピーク持っていきたいんだろつな。体重100キロいってるかどうかは知らんけど目標は102キロらしい。二刀流のベスト体重とか過去にサンプルないからな、大谷も探り探りなんだろうな。どっちかが衰えてダメになったら片方に専念できるの強くね。バーランダーとかシャーザーとか投手だと30後半になっても一戦級で活躍できるし、大谷も案外引退するまで二刀流できるんちゃう。